通行止めとなっているのは国道128号の鴨川市天津にある池のやつトンネルの入り口付近と県道大多喜密線の市原市国元本辺りのいずれもおよそ2キロにわたる区間です県によりますと昨日の大雨の影響で土砂崩れが発生し道が塞がったもので規制期間は今日から 対策が完了するまでとしていますが、復旧時期は未定で、当面は片側通行規制に向けた緊急復旧作業を行うということです。また、迂回路があるため、この通行規制による孤立集落はないものの、国道128号の規制区間の迂回路は3キロ、県道大滝機密線の迂回路は34キロに及んでいて、 県は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力くださるようお願いしますとしています。